PDP-10 PDP-10 は1960年代後半からデジタルイクイップメントコーポレーションが製造したメインフレームファミリー PDP シリーズコンピュータの一つ1966年に最初の機種が出荷されたタイムシェアリングシステムを一般に浸透させたマシンであり多くの大学や研究機関で採用されたことから170年代の ハッカー文化に大きな影響を与えた。PDP-10 を導入した主な大学、研究機関としては、MIT の人工知能研究所及び、プロジェクト MAC、スタンフォード大学のセール、カーネギーメロン大学などがある。PDP-10 のアーキテクチャは、PDP-6 とほぼ同じで、36ビットワードである。 命令セットは若干拡張されており、ハードウェアの実装は進歩している。命令セットは未だに卓越しているという見方もあり、特に、バイト命令は、任意のビットフィールドを操作することができた。この場合のバイトは、必ずしも8ビットを意味せず、固定ビット数連続の並びという意味である。最初の PDP-10 のプロセッサーは1968年に登場した。 か10である。トランジスタを DEG の技術でパッケージし、半自動化された工程によって、バックプレーンのワイヤーラッピングが行われていい。サイクルタイムは1ミュウ秒、加算命令にかかる時間は2.1ミュウ秒である。1973年、KI10 が新たに登場した。これは TTL 集積回路を使っている。さらに1975年には高性能な、 キロリットル10、さらに後には、キロリットル20が登場。こちらは、イクルで構成され、マイクロプログラム方式を導入し、キャッシュメモリを搭載している。低価格版の k s 1九1 9 7 8年に登場し、TTL と AM2901 ビットスライスチップで構成され、PDP-11 の2バスを使って、周辺機器を接続するようになっていた。過重の 最大メモリ容量は 256K ワード、1152K バイトである。ページング機構は持たず、2本のプロテクション、リロケーションレジスタ、ベースバウンズレジスタとも呼ぶでメモリ入りを行っている。これによりユーザーのアドレス空間の半分をメインメモリの指定した領域に限定できる。従って、リードオンリーで共有可能なテキストセグメント、ハイセグメントとも呼ばれたと。 リード、ライト可能なデータセグメント及びスタックセグメント、ローセグメントとも呼ばれたという後のユニックスでも使われたプロセスモデルが可能であった。MIT や b b n では過重に改造を加えて物理メモリ容量を増やしページング機構を追加して方式の仮想記憶をサポートした。KI10 及びその後のプロセッサではページング方式が採用され、 最大 4M ワードの大容量物理アドレス空間をサポートした。KI10 の機種としては1060,1070,1077があり、特に1077は 2CPU を搭載している。最初のキロリットル10の機種、1080、1088など、ディークシストム1 0とも称したは、オリジナルの PDP-10 のメモリバスを使用し、 拡張メモリモジュールを追加していた。この場合のモジュールとは、筐体、キャビネットを意味し、高さ 180cm、幅と奥行きが 70cm 程度であり、32kW から 256kW の磁気コアメモリを搭載できる、本項目冒頭右端に、あ、写真には、そのようなキャビネットが6台写っている。のプロセッサは、 キロリットル20と間違って呼ばれているが CPU と同じ筐体内のメモリを使用していた 10XX モデルの構成はこれとは異なり DX シストム -20 の背の低い筐体ではなくオリジナルの PDP-10 と同じ背の高い筐体を使用していた 10XX と 20XX のモデル間の際は認めの問題が大きく 10XX 系であっても20 XX 系のようなメモリ及び IO の構成のものもあったし、20XX 系でも 10XX 系のような構成のものもあった。どちらの系列でもトップスマイナス10とトップスマイナス20のマイクロコードが実行できたため、どちらのオペレーティングシステムも実行できた。20XX シリーズキロリットルマシンの IO アーキテクチャは、 DEG の新たなバスマスバスに基づいていた。2バスをオープンアーキテクチャとしたことが PDP-11 成功の要因の一つだが、キロリットルにおいては DEC はマスバスをプロプライエタリーとし、従来の方針に戻している。結果としてマスバス向けの周辺機器を製造するサードパーティーは登場せず DEG は、例えば RP06 ディスクドライブの価格を 同等の IBM 互換機器よりかなり高く設定することができた。コンプやサーブはマスバスに接続可能なディスクコントローラを独自開発したことあるが接続したのは IBM3330 ディスク装置だった。後に2060プロセッサのモデル B 版では仮想アドレス空間の 256K ワードという制限を取り払い、 最大32個の 256K ワードまでのセクションを構成可能にして命令セットもそれに応じて付加した。したがって同じキロリットル10でも従来のモデル A とモデル B は全く別の CPU とみなすことができる。モデル B の機能を活かした最初のオペレーティングシステムはトップス -20 リリース3でありユーザーモードのアドレッシング拡張はトップス -20 リリース4で サポートされた。トップスマイナス20リリース4.1はモデル B プロセッサでのみ動作し、モデル A では動作できなかった。困ったことに、KS10 はモデル B アーキテクチャを実装するだけの余裕があったにも、かかわらず、モデル A アーキテクチャであった。明らかに市場価格帯をにらんでの決定だが、このために、KS10 の製品寿命は非常に短かったのである。 最後のアップグレードは MCA25 と呼ばれ2060から2065へのアップグレードであった。これにより複数セクションで動作するプログラムの性能が向上した。キロリットルクラスのマシンを立ち上げるには内蔵されているフロントエンドコンピュータ PDP-11-40 が必須である。PDP-11 は デュアルポートの RP06 ディスクドライブ、または8インチフロッドディスクドライブ、または、からブートし、PDP-11 にメインプロセッサを起動する、コマンドを入力すると、同じ RP06 ディスクドライブからブートさせることになる。この PDP-11 は、メインプロセッサが、運用状態に入るとそれを監視する機能を果たす。 KS システムでも似たようなブート手順を採用していた。インテル8080がメインプロセッサのマイクロコードを外部記憶装置からロードする方式である。メインプロセッサが立ち上がると8080 80はコンソールと遠隔監視ポートの制御を担当した。最初の PDP-6 からキロリットル -10 のモデル A までユーザーモードの命令セットアーキテクチャは ほぼ変わっていない。本節ではその部分のアーキテクチャを解説する。PDP-10 のワード帳は36ビットで、アドレスは18ビットである。スーパーバイザーモードでは、命令アドレスは直接物理アドレスとなっている。ユーザーモードでは、アドレスは物議メモリアドレスに変換される。初期の機種では、ユーザープロセスは、 アドレス空間の先頭と最後尾、0番地付近と最も大きなアドレスの付近から使用た。どちらのセグメントも連続である。高機アーキテクチャでは、ページング方式となり、不連続なアドレス空間が可能となった。CPU の汎用レジスタにもメモリアドレスが振られており、0番地から15番地に対応していた。汎用の36ビットレジスタが16本ある。 例番のレジスタ以外では、右半分がインデックスに使われる。一部の命令はレジスタを組み合わせて使用する。条件レジスタ、ステータスレジステもあり、算術命令の結果、オーバーフローなどを示すビット群を保持していて、一部の命令からアクセスできる。動作モードとしては、スーパーアバイザーモードとユーザーモードの二つがある。メモリ参照に、上述の際がある他に、 スーパーバイザーモードでは入出力操作が可能である。ユーザーモードからスーパーバイザーモードへの移行には未実装ユーザー命令を使用して例外を発生させスーパーバイザーがそれをトラップして処理を行うようになっていた。安価な機種でハードウェア実装を省略した場合も同様の機構でスーパーバイザーによるエミュレーションを行っていた。アーキテクチャ上直接サポートしていた 主なデータ型は2の歩数形式の36ビット整数、36ビット不動小数、点数、ハーフワードである。拡張された72ビットの不動小数点数は、複数命令連鎖で使うよう設計された特別な命令でサポートされる。バイト単位のポインタも特別な命令でサポートしている。1ワードの半分をカウンター、半分をポインタとしてメモリ範囲を指すことができ。 スタックなどに使われた。命令セットは非常に直行性が高い。命令のフォーマットは9ビットの命令コード、4ビットのレジスタ番号、23ビットの実行アドレスフィールドからなる。実行アドレスフィールドは1ビットの間接ビット、4ビットのレジスタ番号、18ビットのオフセットからなる。命令実行は実行アドレスの計算から始まる。 指定されたレジスタが例番でなければ、その中身とオフセットを加算する。間接ビットが1なら、計算で求めたアドレスにあるワードをフェッチし、その中身の間接ビットが1でなくなるまで、同様の処理を続ける。こうして得られた実行アドレスを命令が、メモリ内容のフェッチに使ったり、そのまま定数として使ったりする。例えば、ムーベイ A3 という命令は、 レジスタ C の回1 8ビットに3を加算し、レジスタ A にその結果を格納するもので、メモリには全くアクセスしない。命令は、算術、論理、転送、条件分岐、条件スキップの3種類に分類される。さらに細かい分類もある。算術、論理、転送命令は、即値から、レジスタ、メモリから、レジスタ、レジスタから、メモリ、 レジスタとメモリからレジスタとメモリ、メモリからメモリという操作の種類がある。レジスタもメモリの一部としてアドレスを持っているので、レジスタからレジスタという操作も事実上存在する。例えばアド命令には、あり、18ビット速値定数をレジスタに加算、アドブ、レジスタの内容を指定したメモリ位置に加算、アドブ、レジスタの内容を指定したメモリ位置に加算し、 その結果をレジスタに格納といった種類がある。成功な例としてローラム命令がある。これはレジスタの中身の左半分を取り出してメモリー位置の右半分に置きメモリー位置の左半分をすべて1にするという命令である。条件分岐命令はレジスタの内容を調べその結果によって指定されたアドレスに分岐するか否かを決める。ニーモニックはジャンプで始まり 順波は無条件分岐、ジャンプは無条件で分岐しないという意味である。命令セットの対象性を重視したため、一部の命令は何もしない命令になっている。例えばジャンプに A、LOC という命令は、レジスタ A の中身がゼロでない場合、LOC というアドレスに分岐する。条件、ステータスレジスタの内容に従って判断する条件分岐命令として、 JRST 命令がある。過重と KI 重では JRST の方が順波より高速だったため、標準の無条件分岐として JRST を使っていた。条件スキップ命令は、レジスタの内容とメモリの内容を比較し、その結果によって、次の命令、無条件分岐であることが多いをスキップするか否かを決める。単純な例として、カム A、LOC という命令では、 レジスター A と LOC という位置の内容を比較し、等しくなければ、次の命令をスキップする。より複雑な例として、トルス A、LOC という命令では、LOC の内容をマスクとして、レジスター A に適用して対応するビット群を取り出し、取り出したビットが、すべてゼロなら次の命令をスキップる。そしてスキップするか否かに関わらず、それらのビットを反転させる。シフトや、 ローテート命令、プロシージャコール命令などもある。特筆すべき命令として、スタック操作のためのプッシュとポップ、それらに対応する、スタックコール命令、パッシュ時とポップ岩がある。バイト操作命令は、ワード内の任意以のビットフィールドを操作し、同時にポインタをそのフィールドの分だけ進めることができる。当初の PDP-10 のオペレーティングシステムは単に、モニター、 と呼ばれたが、後にトップスマイナス10と解消され、システム全体もディークシストムマイナス10と呼ばれるようになった。モニターとトップスマイナス10は、スタンフォードのオペレーティングシステムやコンプやサーブのタイムシェアリングシステムの基盤となった。後に一部の PDP 10は DEC 以外で、開発されたコンポーネントを中心に構築された OS を動作させ始めた。 例えば、種、スケジューラは、こちらの大学生、ディスクサービスは、あちらの大学生といった具合である。コンプやサーブなどの商用タイムシェアリングサービスは、自前のシステムプログラミング部門を持っており、独自に OS を改造して、自社の事業のニーズに合わせていた。またなどの強力なユーザーコミュニティがあり、ユーザーが自身で開発したソフトウェアを共有することができた。 BBN は独自の OS である t ックスを開発し、これが様々な研究機関で使われ一種のデファクトスタンダードとなった。DEC は t e クスをキロリットル1に移植して大幅に機能強化し、t o p ス2 0と名付け、d e ークシストム -20 の OS とした。MIT も ITS と呼ばれる独自 OS を開発した。名称は MIT が IBM 7094。 上で開発した CTSS のパロディ。はトップスマイナス10をベースとしてトップスマイナス20のようなページング機構を採用したティムコム X を開発した。1970年代初めパロアルト研究所の研究者たちは経営陣が PDP マイナス10購入を許可しなかったため不満が溜まっていた。というのもゼロックスは社を買収したところで パロアルト研究所にもそのマシンを使って欲しかったので、ある。しかしチャックサッカー率いるチームは、PDP-10 のクローンシステムマックスク、s d s 社をゼロックスに売った、マックス・ピレフスキーにちなんだ名称を自前で設計し、2台構築して使用した。マックスクという名称はマクロニムとして、マルティプルアクセスゼロックスコンピューターの略とされた。OS は、 ケネックスを移植して使用した。PDP-10 のクローンを販売しようというサードパーティーなどもあったが、あまり成功していない。ディズニーの SF 映画トロンでは CGI に PDP-10 クローンのフンディ解 -1 が使われている。ディークシストム -10 アーキテクチャのシステムを最も多く所有していたのがコンプやサーブで、ピーク時にはオハイオ州。 コロンバスの3つのデータセンターにて200台以上が運用されていた。コンプやサーブはそれらシステムをホストとし商用アプリケーションへのアクセスを提供すると同時にコンプやサーブインフォメーションサービスも提供していた。当初は DEC からシステムを購入していたが DEC がバックスに集中するために PDP-10 を販売終了としたためコンプやサーブや他の顧客は システムズコンセプツから互換機を購入し始めた。2007年1月現在、コンプヤサーブは数台の PDP-10 アーキテクチャのマシンを稼働させている。キロリットルシリーズの主電源は非常に効率が悪く、コンプヤサーブでは自社の技術者が設計した電源に置き換え、消費電力を半分に抑えた。コンプヤサーブはその電源の設計を DEC に 無償で提供し、コンプやサーブがその後購入するキロリットルシリーズの電力消費を抑えることを DEC に約束させようとした。DEC はこの申し出を断っている。コンプやサーブが BDP-10 に施したもう一つの改造は、KI10 プロセッサ筐体にある数百個のインジケーターランプを LED に置換することだった。置換にかかったコストは、 電力消費量を抑えたことで、すぐに回収でき、同時に発熱も減り、切れた電球を交換する手間も省けた。d e c はこれを全世界に適用した。右の写真は、KI10CPU と同時代の MF10 メモリのパネルである。博物館に展示されているものだが、2008年に LED に置換している。後継のキロリットルや KS プロセッサでは、 このような多数のインジケータランプは存在しない。PDP-10 と PDP-11 の後継であるバックススーパーミニコンピュータ製品ラインが競合するようになったことから DEC はより高収益が望めるバックスにソフトウェア開発を集中することに決した。PDP-10 製品ラインの開発中止は1983年に発表され開発中だった。 ハイエンドプロセッサも同時に中止となった。また、デスクトップ型 PDP-10 開発プロジェクト、ミノーはプロトタイプ製作段階にまで到達していた。この出来事は、ITS やジャーゴンファイルを生んだ文化の終焉を招くきっかけとなったが、1990年代になると PDP-10 をかじったことがあるというのが古い、ハッカーの勲章のように扱われるになった。 PDP-10 のアセンブリ言語命令である LDB 及び d p p はプログラミング言語コモンリスプの関数として生き残っている。また PDP-6 や PDP-10 の36ビットワードは18ビットのリスプポインタを2つ格納することができ、これはリスプ処理系を考慮したものと言われている。は PDP-10 上に 世界初のアドベンチャーゲーム、コロッサルケーブアドベンチャーを開発した。その他にも PDP-10 上では、世界初のコンピュータ野球ゲーム、ドンディグロ作、1971年、初期のコンピュータ RPG ダンジョン、1975年、が作られた。ウォルター・ブライトは、PDP-10 上で、最初のウォーシミュレーションゲームエンパイアを作成した。 ロイ・トラブ・ショーとリチャード・バートルは PDP-10 上で世界初のマルチユーザーダンジョンゲームマッドを作成した。さらにパソコンで人気となったテキストアドベンチャーゾークモオリジナルは PDP-10 で作られインフォコムは開発用に PDP-10 を数台使用していた。1967年にシアトルの私立中学に入学したビル・ゲイツは学校で触れた。 ゼネラルエレクトリックの GE-635 でコンピュータに興味を持ち、その後 CCC という会社で PDP-10 に慣れ親しん。その後友人のポール・アレンと共にという名称で交通量計測システムを開発するが、その際に当時アルバイトをしていた電力事業団にあった PDP-10 を用いた。また、1975年に アルティア8800用ベーシックインタプリタを開発した際には、ポール・アレンが PDP-10 上に構築したアルティア8800エミュレータを用いた。歴史的コンピュータのシミュレーションソフトウェアには、KS10CPU を Windows や Unix 系マシンでエミュレートするモジュールが含まれている。d e c が配布したテープのコピーもインターネット上にあってダウンロード可能であり、 C 部上でトップスマイナス10やトップスマイナス20、さらには ITS を動作させることは可能である。県ハレンシャティンの KLH10 はユニックス、K システム上で、キロリットル10バイト及び、KS10 プロセッサをエミュレートでき、キロリットル10バイトではトップスマイナス10とトップスマイナス20の最終版が動作し、KS10 では ITS とトップスマイナス10と、 トップスマイナス20の最終版が動作する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。